smoke in the air, from your lips to your legs to your hips to your hair. Sound the alarm and evacuate. I want you to myself, but I can't wait. 99, 100 degrees. You got my number. Like I'm midsummer.明けましておめでとうございます。2023年ですね。ですね。いよいよ2023年になりましたけど、はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。本日はね、あの初めての、はい、番組をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、その前にちょっとお知らせをねさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、いつもと同じなんですけどね。まずはコロナ対策について、演者スタッフの検温を行っております。今日もね、行いましたね。はい、ずいぶん低かったですね。そうですね、ちょっと寒かったから私はいい体温でしたけどね。はい、そして換気は50分に1回行っております。番組入れ替え時にスタジオ内すべて消毒しております。除菌機器を導入しております。トレールというものなんですけどね。でそれから、こちらはですね、鳥越アズリ FM のスタジオは窓がね、こちら左側にあるんですよね。でそして時たまですね、緊急車両のサイレンとか台東区の緊急放送がマイクに入って、お聞き苦しい点があることもあると思うんですけど、どうぞご理解ご容赦いただければと思います。本日はなんかね、救急車の音がすごかったって聞いておりまして、ね、はい、みんななんか喉にお餅を詰まらせちゃったのかも。気をつけて、皆様もね気をつけてくださいませ。はい、それから次のお知らせです。こちら番組応援の会のお知らせでございます。会員を募集しております。鳥越アズリ FM のこの番組が好き、ね、この番組好きになっていただきたいですね、うん、はい、のいう方に朗報でございます。番組の番組応援の会に入会することで、スタッフルームからの見学することができたり、テレビ電話とかご出演など、皆様もね番組に参加することができますので、詳しくはホームページをご覧いただければと思います。よろしくお願いします。はい、そして最後3つ目、こちらは番組へのご質問はこちらまでということで、今これは生番組でございますので、何かね聞きたいなということがあったら、こちらの Twitter の方ね、@azpanfm、こちらにもずっと書いておりますので、ぜひとも何かねありましたらご連絡いただければと思います。よろしくお願い申し上げます。はい、はい、これでお知らせは終わりました。はい、はい、改めまして、はい、ね、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、今年もよろしくお願いいたします。素晴らしいお着物がお似合いでございますね。はい、なおこさんも素敵です。これ今日ね、私たち実はその近くの菓子衣装屋さんに行きましてね、はい、でこれノブ社長が選んでくださったんですね。一緒にどれにしようかな。そうそう、でみんなねカップでばっかりでね、なんかちょっと恥ずかしい。みんな若かったですよね。あ、そうですね、はい、もう本当に若い方ばかりで、素晴らしいビジネスっていう言い方はあれですけれど、でもね、皆さんも着物着られるし、素晴らしかったですよね。こういうなんていうのかな、トレンドがあるということは ね、若い方もみんなお着物を着て、もうちゃっとね着物を選んで、はい、僕もこういうの初めてだったんですけど、手際良かった、ね、手際いいですよ。はい、男性は男性が着せてくれるんですか。もちろん男性ちょっと、ね、女性だと恥ずかしいので男性が、そうですね、そうですかね、はい、女性もすごい手際が良くて、手際がいいいいの、すごかったね。でもザーッと人がいてね、でチャ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 ってやって、で髪の毛もチャ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 ってやってくださって、セットもしてくれるんですね。セットもしてくださるんですよ。素敵ね。だから本当に全部で1時間ぐらいでできちゃう。1時間かかんなかったかもですね。かかんなかった。男性は特にね、僕多分30分ぐらいで終わっちゃったかもですね。ですよね、はい、本当に早くて、まあ本当こういうのは、まあ今日はねこういうお仕事ですけど、プライベートでね楽しんで、浅草の街を歩くのもいいかなと思ったんですが、いいですね、混んでましたね。すごいかった。
そう、すごかったですね。すごかったですね。本当に警官の方もねいっぱい出てくださってありがたいなというふうに思いましたけれど、次から次へと人が行って、まあ、皆さんこんだけね神様にお祈りして、そして今年もいい年に、ね、なったらいいなというふうに思いますけれど、信社長は今年はどのような抱負とかご希望をお持ちでしょうか。そうですね、2023年になったので、はい、まあ、本当に直子さんと、こういった出版というところに今携わさせていただいているので、はい、やっぱ出版を通じて、なんか僕最近本当に思っているのは、どんどんこのコロナをきっかけにオンラインで何かしようって思い始めて、本当増えてますね。でそれこそなんか皆さんが徐々にコロナが少し落ち着きというか、なんかちょっとなんだろう、気持ちがそのちょっと穏やかになった状態で、なんか仕事を進み始めてるなっていう感覚がある中で、同じような人たちがやっぱ増えてるなって思ってるんですよね。例えば僕の周りでも何かじゃあウェブの集客の専門家とか言ったら、まあ、当時はねもう闇雲皆さんブワーって動いてたのでコロナと一緒に、だけど今ふと蓋を開けてみると、あ、この人もウェブ集客だ、この人もウェブ集客だっていうので、同じジャンルというか同じ分野っていうところでオンラインでも結構なんだろう、競争倍率じゃないですけど、ですよね、はい、そうですね、すごくなんか最近上がってきてるなっていうのをなんか僕も年末振り返ってたらすごく感じたので、はい、まあ、今年はですねそういった出版を通じて本当に差別化じゃないですけど、まあ、セルフブランディングというか、自分は何の専門家なのかっていうところを ね、 そうですね、よく明確にできるのはまさに書籍っていうツールになると思うので、何かね僕とか直子さんと関わっていただける方で、そういったところの出版というものを通じて何か選んでもらえる、そう、ね、はい、人たちが本当に一人でも多く輩出できたら本当に嬉しいなと思ってますね。そうですね、はい、本当に仕事のやり方も変わってきたし、その集客とかこの、ね、インターネットを使っての仕事も、まあ、前々からありましたけれど、すごく一気に逆転したぐらい多くなりましたよね。はい、ですから今年はからこうすごく予想もつかないような世の中になってくるっていうようなね、ことを言われてる方も多いので、本当に生き残り作戦じゃないんですけど、どのようにしてね、なんか選ぶ側がなんか賢くなったっていう、なんか表現はちょっと難しいですけど、そうそうそう、はい、ビジネスをしてる側の人たちは皆さん本気でね皆さん動かれてると思うんですけど、選ぶ側の人たちも徐々に本当にウェブっていうものがねすごく慣れてきてるので、慣れてきた、どういう人が、まあ、言い方おかしいですけど本物なのかじゃないですけど、いい情報を持っているのかみたいなところの、なんか嗅覚がお客さん側がすごく、鍵かけは鍵かけが鍵分けられる鍵分けられるね、はい、ができるようになってきてるなって、そういう感じがあるので、本当いかにお客さん目線でどういうふうに選んでもらえるかっていうところを、まあ、この1年はすごくなんか僕はすごく重要だなと思ってて、重要ですね本当に、はい、本物を見抜く目がこう、みんなすごく強くなってきたという感じで、強くなってきてますよね、そう、だから今までは偽物ってもね、なんかどうにかやってきたのが全部振り落とされちゃうし、全部明るみに出ちゃうから、もう嘘はつけなくなってきて時代かなって、いうふうに思いますよね。これ言っていいのかわからないですけど、言ってください。本出版できるっていう、そこの、ね、やっぱ一歩踏み出せる人って、偽物の人できないと思ってるんですよね。できない、はい、できない、だから多分昔からすごい本っていうものっていうの信頼も厚いですし、なのでやっぱねすごい素敵なツールを扱うところに僕らはお仕事させてもらってるなと思ってて、確かにそうですね、本当本はその一つのエビデンスとして残ってしまうので、嘘とか書いたらすぐ分かってしまうし、やはりそれがロングセラーとしてね、読み継がれていくということになれば、その本物度が増すわけですからね、本当にすごいものだなというふうに思いますよね。直子さんありますか、今年の抱負。今年の抱負ですね、はい、野望でもいいです。いや野望はいっぱいあるのよとか言って、私ねちょっと人並み外れてるというか、ちょっと変わってるかもしれないけど、一つはあれですね、ミトコンドリアの活性やっぱり自分の、
肉体をねやっぱりさらに、まあ、強化するというか健康にしていきたいんですね。で本を書くにしても何にしろ、ね、私はあの健康とか皆さんが喜んでくれる本を書きたいっていうふうに思ってるんですね、うんうん、であのもしほらあのもっとひなんていうのかなこう悲劇の本とかを書きたいんであればまた違うのかもしれないけど私はすごく、うん、あのポジティブな本を書きたいので自分自身がポジティブじゃないとそういう波動が伝わっていかないんじゃないかなってもう言葉には自分の波動が乗っていくと思ってるんですね、はい、ですから自分のこのリアルな肉体もあのポジティブにしていきたいというふうに思ってで細胞から活性化していきたいなというふうにすごく思っているところでございますさらにワクワクに包まれてしまうということですねさらにワクワクにでも細胞そのものがワクワクとしてそして全てがねワクワクとしていけたらいいなと思うんですねで今年はなんとうさぎ年じゃないですか、うん、うさぎ年って跳ねるし子だくさんでもあるし、はい、もうねあの12月ぐらいから芸能人とかで結婚される方もすごく多いしお子さんが生まれるというようなこともいっぱいあるんですよね、はいうんうんうん、そして今までのこのうさぎ年をこう振り返ってみますとねなんとね、1975年は第二次ベイビーブームなんです、はい、ですから子供さんがいっぱい、ね、生まれる可能性があると、ね、あの信社長も素敵な、ね、お子さんいらっしゃいますけどまた第二子、はい、第三子と、ねはい、あの頑張っていただければと思うんですけどね、うん、そういう形でもあるしあとね1987年はね時間がすごく高騰してね、はい、あの在宅とかをみんながするようになった年だっていうんですよ。ですから景気も良くなる可能性があるんじゃないかなと私はこう、うん、あの期待を込めて思ってるんですね。いいですね。嬉しいですね。そういう。そうですよね。で1999年は、欧州ではあの新通貨ユーロが出たりしてあとアイモードねが流行ったというような、ね、年でもあるんですね。で2011年はねちょっとね悲しいことに東日本大震災がありましたけれど、はい、あの大震災は本当にねあの、被害に遭った方たち本当にあのご冥福をお祈りしたりしますけれどでも あれによって皆さんの意識がすごく集合意識が変わったような気がするんですよね。助け合いの精神とかあの自分だけが良ければいいんじゃないみたいなねそういうなんか人々の人類の意識がこう変わっていったかなっていうふうに思うので、うんうんうん、あの今年も何か、まあ、そうあの悲劇的なことは起きてほしくないんだけれど何かこう皆さんの意識がさらにね上がっていったらいいなというのが思っておりますね。ですから一つがその、ミトコンドリアの活性 ね, ねそうそうでもう一つがね私ねトゥインレイとの統合というのを思っております。そう何ですかそれはトゥインレイってわかんないでしょ。トゥインね、はい、トゥインっていうのは双子ね、はい、レイっていうのは光なんですけれど、はい、あの私もねほらソウルメイトとか、ねはいはい、ソウルフレンドとかあのいろいろあるじゃないですか、うんうん、そのスピリチュアルの業界の用語がね、はい、であの去年 あの暮れぐらいからそのトゥインレイっていうメッセージがいっぱい来ていてでツインデーってなんだろうなと思ったんですよ、はい、そしたらねあの私たちって、まあ、ちょっとスピリチュアルな話になってしまうので、はい、行きましょうスピリチュアル今年はスピリチュアル OK にしていただいてね、はい、であの魂がねこの世界であの修行するために一、うんうん、つの魂が二つに分かれてお互いに修行していってでそれが何世もあったりして別れたりとかあったりいろいろするんですけどねそしてあのお互いにほら早く死んだり早く生まれたりするからなかなか会えなかったりするんだけどたまたま根性で会って、はい、たまたま統合できたらもう根性のこの輪廻転生は終わりになるということですね。で私ずっともう根性で輪廻転生はやめたいなと、はい、ずっと思ってたんですけど、はい、あでも自分はそのつもりでいたんだけどあこれはトゥインレイと統合しない限りは輪廻転生を終えることはできないんだと思ったわけです、うん、そこであ今年はどうにかトゥインレイと輪廻転生をやめるために統合したいなというふうに思っている次第でございます。えちょっと僕がちょっと理解を深めたいのでどうぞ。それって、はいその魂っていう人じゃない可能性もある、うん、そう魂ああのトゥインレイの魂、はいはい、あ多分ね人だと思うんですね。一つの魂が分かれたから大抵は男女たまには男の人と男の人、うんうん、女性と女性ってこともあるかもしれないけれど大抵は男女に分かれてるんですね、うん、ですからもうノブ社長は奥様とトゥインレイで
もう結ばれたのかもしれませんね。かもしれないってことです ね, ねだ今日ね私奥様とお目にかかりまして、うんうん、素晴らしい方ですよね。ですからこの方たちはツインレイじゃないかなとねそれでさっきちょっとおっしゃってたんですね。そうなの、はい、もう今年はいろいろ人を見るときはこの方たちはツインレイじゃないかというふうにもね見たりするしね。そうそうそう。あとね私お能をやってるじゃないですか、はい、で今花形見っていうあのお能のね姉妹をやってるんですけど、はい、その姉妹でもあの主人公の女性が、まあ、その男性かと別れてしまってね悲しくて追いかけていって、はい、そして再会をしてでその時別れていってる間にその女性は自分の魂を随分磨くんですよ、うんうん、そして会ってね2人でまたうまくこうやっていくというような話なんだけど、あこれももしかしたらツインレイの話なのかもしれないなと。なるほど、ね、でやっぱりその魂 の, あのレベルが合わないと一人がランナーとなって逃げて一人がチェイサーとなって追いかけていくらしいんですよ。そうなんですね、うん、でそのランナーとなって逃げていった人が自分のこともきちんと見てでチェイサーの人も自分のことを見て、うん、お互いに自分の魂を向上させた時にまた統合を果たせるということなのでね、これはね面白い。私今までね案外こう恋愛物語って嫌いというか興味がなかったどうでもいいと思ってたんだけど、なるほどこの仕組みだったのだと気がついて、なるほど、うん、そう今年はちょっとそこら辺をね深く洞察していきたいなと、はいはい、というふうに思っております。面白いですね。面白いでしょこの視点もね。そうそう。ですから昔はね私あの恋愛を物語とかねなんかそういうのを読んでも、うん、あのスタンダードの赤と黒とかね、はい、ねなんかちょっとこうドロドロしたものとか、うん、なんていうの曽根崎心中とかね近松門左衛門のね、うんうんうんはい、一緒に死んじゃうとかなんかこう悲劇ばっかりだったからつまんないなと思ってたんだけど、あ統合してこう光の存在になって、うん、あのライトワーカーになれるんだと思った瞬間に、はい、これは面白いなって意識が変わったんですね。なるほど、うん、ちょっとスピリチュアル系のいいです、ね、お話で、ね、申し訳ないんですけど、めちゃめちゃもう直子さんワクワクしてるんでワクワクしてます。ミトコンドリアがねミトコンドリアね、うんうん、そうミトコンドリアはねやっぱりあのお水とかね食べ物とかね、うん、あと環境とかいろんなものを自分自身の中で精査していくということが大切かなというふうに思っておりますね、うん、やっぱりいいものに触れていくみたいな感じですか。いいものに触れていく、はいはい、そしてそういったいいものに触れていったエッセンスを本にして皆様に、うんまあ、あの ご提供という方はですけど読んでいただいてね、はい、あの一緒にあの同感していただく人たちと何かやっていきたいなと思いますよね。それはそのツインレイじゃないけど一緒にあの志をやっていくソウルメイトとか、うんうんうん、そういう人たちとのつながる一つのツールになるんじゃないかなっていうふうに思うんです。なるほど、うん、ね、あれですよね、なんか本当に 人の成長って人によって磨かれるって、うん、なんか昔から言うじゃないですか。そう僕最近なんとなく分かりつつあってなんかそういうことなのかなみたいなのが、うんうん、前はねなんとなくそう文字通りに、うん、だから人とたくさん会った方がいいなとか思ってましたけど、ね、でも先ほどちょっと聞いたところによりますと、はい、ほら女性の中で育ってあ そ, うですね、そしていっぱいこう磨かれてるんじゃないでしょうか女性って難しくない？いやこれ僕がこの場で言うことによって何かなんか問題が今後起きそうなのがあれですけど、ちょっとね、はい、そうそう私は自分も女性なんですがもう心は男の人みたい、うん、おっさんみたいですからね、やっぱり女性の方って難しい部分があるなっていうふうには思ったりもするんですね、うん、あの相手の気持ちを傷つけないようにするとか、はい、言葉も選んだりするのもね、うん、でそういうのもちっちゃい時からいろんな方とこう接しているということで、うんはい、かなりこう磨かれて美しいダイヤモンドみたいになってらっしゃるんじゃないかと思うんですよ。はい、ね、だけど僕どちらかというとやっぱ男性とのコミュニケーションどちらかというと苦手かもです。あ、はい、あどっちが得意ですかって言ったらやっぱ女性とのコミュニケーションの方がまだ楽かもしれないですね。そうですか、はい、なんか声が合ってるのか分かんないですけど、うん、やっぱ男女って、うん、なんか勝ち負けのポイントがやっぱ違くないですか。なんか男性はすごく男性の方がシンプルかなって思うんですけど、そうですよね、はい、例えばどんなところで勝ち負けのポイントが、例えばですけど、うん、まあじゃあ企業経営者とかだったらどのくらい年商があるかとか、あなるほどね、はい、
だけど女性とかだったら、まあ、その視点を持ってる方もいらっしゃれば、どれだけファンがついてきてるかとか、うん、どれだけチーム組織化できてるのかみたいなところ。なるほどね、そういったところね、はい、あとね、私もね、前にずっとインタビューをしていた時に、ある有名な方と一緒に、はい、いろんなところにインタビュー行ってんですけど、その人がね、勝ったとか負けたとか言うんです、はい、で何が勝ったのか負けたのかっていうと、その美しさとか、はい、センスの良さとか、そこら辺で勝った負けたを案外言ってらっしゃったんですね。それ女性の方です。女性の方が。なるほど。で私はその、まあ、自分がもう男みたいな、ね、頭ですが、その相手の容姿とか洋服に関してはそれほど見てないというかね、はいはい、やっぱりこの人は何を言いたいのかなってそっちばっかり見てたので、うんうんうん、あんまりそこら辺は聞いて考えてなかったんです。その方は洋服とかその美しさとか、うん、お化粧の仕方とか、はい、そういうことでね、案外勝った負けたっておっしゃってましたね。なるほど。今聞いてて分かったんですけど、うん、男性体ですね。じゃあ、相対評価的な感じなんですね。周りと比べどうかみたいな。ああ、そう。だけど女性の場合はどちらかというと私がどうかじゃないですけど絶対評価というか。そうですね。私と相手が、うん、そうね、どうかっていうことですよね。はい、そうそう。だから美しい人とかはすごくこう嫉妬されたりいじめられたりするようじゃないですか。ね。でも私はいじめられたりしたことがないので、はい、本当にありがたいなというふうに思うんですけれど。やっぱりそこら辺で戦っちゃうと案外大変かもしれないですよ ね、 うん、やっぱさっきもね少しお話直子さんとしてましたけど、うん、やっぱライター歴がすごく長いので、うんうんうん、やっぱ懐に飛び込むじゃないですけど、そうシュッと潜っていくのが多分上手なんでしょうねそうですね、うんうん、やっぱりこの人の全てを聞きたいと思うと、はい、どうしてもこう下手に出るっていう言い方は変ですけれど、はい、とにかく教えてっていう感じになるので、そうね、まあ、時にはこうちょっと言い方が変かもバカになるというか、知ってても知らないから教えてっていうような、うんうんうん、感じで自分は知ってると思っててもほら相手は違う意味で知ってるかもしれないのでね、うん、そこら辺は一生懸命聞いてきたっていうことはありますよね。うん、ですから私はプライベートではあんまり自分のことも喋らないっていうか聞きたい。あ、そうなんですね、うん、やっぱりその人はどう思ってるのかとか聞きたいなって、はい、で自分のこと話したってつまんないじゃない、うんうんうん、ね、知ってるから確かに、うん、そっか、ね、でも信社長みたいな優しい方だとつい喋りすぎちゃういつも私が喋ってて申し訳ございませんけど、たくさんいろんな情報を教えていただいてるので、ね、すごく学びになりますけど、ね、え、うん、そうなんですね。やっぱりでも信社長もいろいろインタビューされてるから、はい、やっぱりこうね、いろんな方とのコミュニケーションが良好だと思うんですよね、はい、うん、そうですね。だからやっぱ気をつけなきゃなって常日頃思うのは、うん、なんかある程度いろんな方のインタビューとか、うん、特定の業界とかの話たくさん聞けば聞くほどちょっと予想がついちゃう時ってあるじゃないですか。なるほどね、はい、うん、そこをね常日頃やっぱ謙虚じゃないですけど、うん、さっき直子さんもおっしゃっていただいて、うんうん、なんか知らないふりっていうところをたまに忘れてしまうというやっぱコミュニケーションがねちょっとずれ込むかなっていうのはすごく感じますね。確かにね、うん、そう、私も前にね編集者と一緒にね取材とかしていた時に、はい、その編集者の方がかなりよく知ってる方で、なんか自分の意見をかって言っちゃうと、うん、そのインタビューされた人が、うん、いや自分が書けばいいじゃないかみたいなことが怒っちゃったりとかねすることもあって、はい、ああやっぱり知らないふりって言っちゃ変だけど、やっぱり自分は知ってると思ってるかもしれないけれど、相手のそのパラダイムの中ではどのように思ってるのかを知りたいっていう気持ちですよね。そうで、私ね、その人の本を書いてるともうその人に夢中になるというか、はい、一種、まあ、恋をしてる状態とかもうとにかく知りたいっていう気持ちになるので、案外いいんですよ、そういう性格的には向いてるというか、まあ、ライフプロファイリングでは白ですので、うんうんうん、影響されやすいんですよねだからね、あんまりちょっと変な人にはできない。自分も変になってくるから染まっちゃいますからね。染まっちゃうから、ね、でも今までは本当にみんな素晴らしい人のインタビューでそういう素晴らしい方の本を出させていただいたので、もうそのために自分のエネルギーがこう向上してきた。うん、ありがたいなっていつも思っております。なるほど。うん、何でしたっけ、色は。色青です。あ、クールなね。なのか分かんないですけど、まあ、何考えてるか分かんないねみたいな話はよく言われますね。そうね、でも、はい、頭が良さそうだからやっぱり相手から警戒されることはないですかね。あ、それはありますね。ね、あとあんまり多分第一印象はあんまりいいタイプではないので、
そう、はい、いいわよ。本当ですか。うん、素晴らしいわよ。良かったです。みんな言ってるわよ。本当ですか。みんなって誰、うん、みたいな感じですけど、ね、そうすぐみんなって言っちゃうけど、でもノブ社長のことを知ってる人で、はい、私が話した人は、はい、みんなノブ社長のことを絶賛してます。いや、ありがとうございます。うん、ねえ、本当です。で、ほら、あの、また後でご説明しますけど、ノブ社長がやってるフェイスブックね、はい、あの、何、ライブとかも、もう、はい、もう、なんちゅうの、ファンがついてて離れないじゃない。これもすごいなと思いますよね。ありがたいですよね。本当、ね、ですから先におっしゃってたように、これからはもう本物しか残っていかないっていうのもね、こういうことでも分かりますよね。もうつまんないとなったり、あ、この人、あの、なんていうかな、あの、信頼できないなとかなっちゃうと、はい、平気で離れていく現象が起きてるんじゃないですか。昔はちょっと義理があって離れるのも悪いなとかね、はい、いろいろあったと思うんだけど、そういうこともなんかなくなってくるようなね、時代になってきてるんじゃないかと思うし、皆さんの本音が明らかになってくるですよね。ね、はい、うん、でそれを嫌がる人もいるじゃない。私は、確かに、あの、本音が明らかになってもいいなと思うんですけど。僕も大丈夫ですけど ね、 ね、やっぱ、あの、僕前に、あの、いろいろビジネスを教えていただいた方に、うん、なんか知ってる情報を全部出せって言われたことがあって。あ、そう、はい、なんかもったいぶって、うん、いや、この、ここまでの情報は無料だけど、ここからはお金いただきたいみたいなものを持つなって言われたことがあって。わかるわ、はい、で、僕も数年できなかったんですけど、うん、だけどその教えてもらったように少しずつできるようになってくると、どうなるかっていうと、うんうん、情報なくなるんですよね。情報がなくなる、はい、出しちゃうから、出しちゃうから、となるとどんどん学ぶんですよ。だからすごく自分をステージ上げられるじゃないけど、なるほど、ね、やっぱできるなと思ってて、うんうんうん、なるほど。ですからいつもお話が面白いのよ。あ、本当ですか。そう、あの、やっぱり聞いてても毎回同じだな、まあ、毎回同じでもその中の学びはあるんですけど、うんうんうん、そういうふうに思う人もいらっしゃるじゃない。で、はいはい、多くの人はまあ大体そうなっちゃうと思うんですけど、なんかノブ社長は毎回違うというか、新しい切り口でお話ししてくださってるなって気がすごくしますよね。あ、本当ですか。うんうんうん、焦ってるんです。だから学ばなきゃと思う。そう、それでも大変、全部出し切る、うん、ねえ、やっぱりちょっとね、怖いから出しちゃうと ね、 そうですよね、ちょっとこう残しておこうかなって、まあ、そういう、あの、ちょっとね、あの、貧乏根性をいただきたいなとかね、そういった気持ちが出ちゃう時期もやっぱあったんですけど、わ、うんうん、かるわ、うん、そう。でも私もそういう YouTube とかね、そのいろいろな、はい、あの、ラインを、あの、オンラインとか見てて、はい、ここからは有料ですとか言われると、はい、なんとなくね、なんか嫌だなっていう、ね、ちょっとなんかそういう気がしますよね、はい、でも素晴らしい情報をその無料の中で得られたら嬉しいし、うん、またその素晴らしい情報っていうのは受け手が素晴らしくないとね、うん、もらえないのよ。そうですね、分かんないのよね。だから受け手も自分自身のステージを上げとかないと、うん、どんな素晴らしい情報が来ても分かんないと思う。確かに、うん、ですよ ね、 ね、ですからやっぱり切磋琢磨というか、勉強は必要ですよね。必要ですよね。そう、必要なのよ。私、知ですから、あの、ライフプロファイリングでね、知は勉強好きなんですね、はい、ですからね、本当嬉しい。何でしたっけ。僕、匠です。匠ね、はい、匠もやっぱりね、そうですもんね。だから多分テーマを決めて、うん、そういう深掘りしていくのは結構好きかなと思いますね。うん、やっぱりテーマ決めてね、やっぱおのをやった方がいいわ。もう、ね、最近 ね、 ね、直子さんから、ね、そうそうそう、もうね、おののご提案をいただいているので、勧誘してますよね、はい、そうそう、やっぱりこういう、あの、お着物が似合う方とかね、あ、日本の何かやられたら素晴らしいと思うんですよ。お茶でもいいし、おのでもいいしね。そう、あの、中田敦彦さんですか、はいはい、あの方もお茶やられてて、嬉しいですね、うん、YouTube でちょっと拝見しましたね。やっぱり、あの、かっこいいですよね、お着物着てスッとしてる姿だけど、いいですよ ね、 やっぱね、いいわ、本当にね。奥様もやられて、一緒にやられたらいかが。確かに興味持ってましたからね。興味持たれてましたよね、はい、分かる人はすぐ分かるのよ、うんうんうん、で、あの、ご子息様もね、ちっちゃい時からやればとてもいいんじゃないですかね。集中力も養われて、ちょっとこう、はい、いつも勧誘してますけど、はい、でも僕はここなんかブル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 震えてます、これで。ねえ、本当に。だけどっかでね、ご縁があればね、うん、やっていくのもいいかなって思いますよね。そうですよね、こういうね、やっぱご縁がないとできないですよ、うん、こう和のことっていうのは、ね、そう、全てがご縁だしね、うん、これからもね、うさぎ年もますますご縁の、はい、ね、
あの日が続くと思いますが、もうすぐ CM の時間になります。はい、じゃあ CM いってらっしゃい、お願いします。まして、はい、あの後半はですね、ね、全般をちょっとスピリチュアルな話してしまっちゃってすみません。スピリチュアルの世界に入っていきましたもんね。ね、すみませんね。じゃ あ, あの後半いよいよね、現実的に、はい、あのね出版をしたい人への、ご提案というかご案内ですよね。うん、あの先ほどもね、本当に出版というのは素晴らしいものだというお話をしましたけれど、うんうん、あの出版したいなと思っている方も多いと思うんですけれど、そうですね、どうしたら、具体的にどうしたらいいかということはちょっと分かんないかもしれないので、うんうんうん、そこら辺をちょっとあの社長の方から お話しいただければと思いますが。分かりました。はい、まあ、出版多分僕本当にいろんな方にあの、うん、お会いするたびに一時聞いてたんですよね。うんうん、はい、出版興味ありますかっていうと、そう、まあ、9割ぐらいの方が、うん、まあ、軽くうなずいてくれるんですよね。で1割ぐらいの方が、うん、うーんみたいな感じのなんか渋い顔をされるんですけど、そう、渋い顔をされている方にも、うん、なんか死ぬまでには出版したいですかって問いかけをすると、まあ死ぬまでにはねできたらいいよねっていうそうよね、死ぬまでにはね、はい、もう多分人類というか日本人ほとんどの方が本を出せるんだったら出したいなっていう、なんか憧れ像はすごくあると思ってて、じゃあそういうふうに、じゃあどういうふうに本を出せばいいのかっていうと、なんか僕も初め分かんなかったんですよね。あ、本ってどういうふうに出てるんだろうとか。確かにね、うん、普通は分かりませんよね。分かんないですよね。うんうん、でなんか誰かなんか有名になれば本が出せるみたいな、なんか多分そういう僕はずっとイメージ持ってたんですけど、だけどやっぱ本って有名になったから出してる人もいらっしゃるんですけど、うん、昔はそうでしたよね。ですよね昔はそう、はい、で最近だと確か有名になって本出してる方っていうのがやっぱフューチャーされるというか、うん、注目を浴びると思うんですけど、うん、だけどその人たちも目的があって何なのかっていうと、うん、自分を知ってもらうために本出してるんですよ、うん、確かに、はい、でこれからの時代はさっき冒頭にも少しお伝えしましたけど、うん、やっぱ周りの、まあ、僕らも含めて皆さん含めて、うん、お客さん側がすごく賢くなってきてらっしゃるので、うんうんうん、やっぱいいもの悪いものじゃないですけど、うんうん、なんか昔は多分いいものであればある程度売れる時代って多分あったと思うんですけど、あったわよ、ですよね、ね、はい、今って僕はもともと楽天っていう会社にいたんですけど、ね、素晴らしい会社ですよね、はい、びっくりするぐらいいいものだから売れないんですよ。あいいものが売れないんですよ。でこれどこまで言っていいのかちょっと難しいんですけど、悪いものでも売れちゃいます。なるほどね、はい、でなんでっていうと、もう見せ方なんですよね、はい、見せ方ね、この時代は特にね。皆さんもなんかがっかりした経験あると思うんですけど、うん、特に飲食店とかでサンプル、うんうん、お店の前のさ何このエビフライめちゃめちゃでかいじゃんみたいなそうと思って頼んでみたら、うんうん、えちっちゃくないみたいなとか、なんか全然イメージと違ったなっていうのがあったりとか、うん、やっぱそういった見せ方っていうのが、これは良くも悪くもやっぱりすごい見せ方がすごく重要な時代にどんどん入ってきてるのでですね、本当本当、私もねずっと本を書いていて、はい、いい本だから売れると思ってたんだけど、はい、やっぱり売れないんですよね、はい、でいい本だから売れるんじゃなくて、まあいい本で売れてるのもあるんだけど、やっぱりその流通のさせ方っていうのかな、宣伝の仕方とか、はい、そこら辺がやっぱり大切なんだなっていうのは、重要
いましたね、はい、なんか多分今南子さんの話の続きをお話しすると、うん、本出しても売れてない人とかって結構いらっしゃるんですよね。そうほぼ 80% じゃない、うん、なんか本当にその本っていうものがいい悪いとかいうよりかは本がどう見られるのかっていうのがすごく重要なので、ねうん、すごく周りの、ね、方のお力とかで、うん、みんなで絶賛し合うような、うん、結構環境だったりとかやっぱ重要かなと思ってて、まあ、すごく分かりやすければ楽天でもアマゾンでもいいんですけど、皆さん商品を見ると思うんですけど、うん、買う決め手は商品画像とかじゃないんですよね、うん、最終的な決め手は口コミなわけですよ。そうですね、はい、周りがどれだけ ねそれを支持してるのか、うん、そうね、はい、赤信号みんなで渡れば怖くないみたいな感じですよねそう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 、はい、ね、それもお友達もそうだけど、あの口コミの情報を読んで、うん、あの全然知らない人の言ってることだからね、当たってないかもしれないけど、うん、案外それを参考にしちゃったりもしますよね。ですよね、うんうんうん、ね、あの僕思ってるんですけど、はい、本の一番いい活用の仕方っていうのがある程度僕分かってて、うん、あ、どういうの、はい、知りたい。これなんか皆さんで本出せば本屋さんに並んでたくさん売れるとか、それで有名になるって思ってる方いらっしゃると思うんですけど、うん、なかなか今の時代ね、出版業界もね、直子さんの方がお詳しいですけど、うんうん、変わってきてるので、そうですね、一番いいビジネスって僕は何なのかなって思ってるのは、うんうん、特に中小企業とか零細企業とか、はい、個人事業主の方っていうのは、うんうんうん、じゃあ売り上げが上がってる方々ってほぼほぼご紹介で泣いたっていう方多いんですよ、うん、あ、なるほどね、うん、あの人いいよとか、うん、直子さんいいよみたいなって、うん、じゃあ直子さんのなんかサポートを受けるみたいな、なるほどね、私の方すごく多いので、うんうんうん、ってなった時に本って誰のための本なのかっていうと、紹介してくださる方の紹介ツールだと僕は思ってるんですよね。なるほど、はい、うんうん、直子さんを紹介したいってなっても、直子さんが本出してる場合と本出してない場合って、うんうん、そうよね、話の切り出し方が違うわけじゃないですか。全然違う。直子さんもし本出してば、ねえねえ最近ね、私の知り合いで本出してる人いるんだけどさ、うん、って言った瞬間に、うんうんうん、え、そんな人いるの、あなたの周りにってなるわけですよね。だけどそれ本出してなかったらそうならないので、うん、すごく本ってすごくそれだけ重要な、重要ですよね。この人のことを説明するのも、はい、私がね、あの人こうなのよ、あんなのよって説明することもできるけど、うん、さらに深いこの方のその真意を話すには、じゃあこれ読んでみたらって言えますからね、うん、言えますからね。そう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 、で本読み終わってるともうある程度ファンになってるので、そう、近い存在になってます。あ、近い存在になってますね、はい、確かに、はい、うん、でまあ、話ちょっと質問に戻ると、うん、ちょっとごめんなさい、僕も添えちゃったので、うん、あのどういうふうに出版できるのかっていうと、はい、まあシンプルに言うと僕とか直子さんとつながっていただくっていう、うん、そうですよね、まあ、それが一番早いかなと思いますし、うんうんうん、今世の中的にちゃんと見てみると、いろんな出版プロデューサーとか、うん、出版コンサルティングをできる方とか結構いらっしゃって、いらっしゃいますね、多くいますね。あとは商業出版とかそういったものであれば、やっぱプレゼンをしに行くとか、うん、うん、そういったなんかね、いろいろちょっと調べてもらうといろいろ出てくると思うんですけど、じゃあハードルが高いのか低いのかでいうと、やっぱまだハードル高い、ね、高いと思いますね。そうで、私の友達なんかもね、いろいろやってる方いらっしゃるので、うん、いろんな出版社からのオファーも来るみたいなんですよね、はいはい、でもやっぱりこう知らない出版社だし、あのちょっと分かんないっていうのがあるので、うん、こう親しくなって、例えば高瀬じゃなくて、はい、あのごめんね、信社長と一緒にね、はい、あのお話をすることによって、なんかこうお互いのコミュニケーションの中から生まれていくっていうんだと、うん、極めて自然にできていくんじゃないかなと思うんですよ ね、 うん、うんうん、本当に僕とかね、直子さんとかだと、それこそプロファイリングとかそういったものも活用しながらとか、あとはね、コミュニケーション取らせていただきながら、うん、あのおそらくですけど、本出すことがすごく役立つ人はほとんどの人だと思うんですけど、うん、タイミングありますからね。タイミングがね、はい、タイミングは神様です、はい、で多分ある程度僕とか直子さんってそのタイミング見極められるので、ね、うん、今年はちょっとやめときましょうとか、ね、来年でいいんじゃないとか、そう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 、うん、そうなんだよ。でそのライフプロファイリングなの、この表もあるじゃない、うん、それなんかも参考にもなるしね。そうですね、そう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 、うん、そうなんですよ。ですからやっぱりこうコンサルテーションというかね、はい、話の中で例えばその人が自分では何とも思ってない宝物があったりするじゃない、うんうんうん、でそれを話しているうちに、あなたこっちの方がすごいじゃないですかみたいなことがあって ね、でじゃあこっちを、まあ、これも話したいでしょうけど、でもこっちをメインにした方が絶対に独自性もあっていいんじゃないっていうようになってくることもね、うん、ありますから。で本人も自分が持ってるから気がつかないのね、その宝をね。ですね、うんうん、
そういうこともあるでしょ。あります、ね、本出したことによって、うん、結構僕が本関わせてもらうと結構起こるのは、うん、こういう本出したいですって、うん、おっしゃっていただくので、はい、一応そういった本の方向性出すんですけど、うんうんうん、その中で僕はサポートしていく中で結局新しいビジネス生まれちゃって、本出したんだけど実はそっちの方向性も動いてないんですよねっていう方もいらっしゃる。あ、そう、はい、あら、どうすんのそういう場合は。次出しましょうってなって結構次のもう一冊出しますっていう方もいらっしゃいますけど、ね、まあ、確かに一冊出すとそのヨーヨーも覚えるから、うん、なんか出しやすくなりますね、うん、2冊目3冊目はね、はい、うん、そうだから昔は本は一生に一冊みたいに思ってた方もいらっしゃるかもしれないけど、うん、もう本当に自分のタイミングとか自分のこの何ですかバイブレーションに合わせて出せますよね、うん、出せます、うん、はい、まあ、そのために何をしとけばいいのかって言うと、自分が伝えたいメッセージとか箇条書きとかでもいいので、多分なんかメモとかに書いておいてもらうと、あ、なるほどね。でほらブログとか書いてる方もね、うん、多いしね、うん、そうですか、思いますけどね、え、あ、そういうふうにして、まあ、お話をすればいいんですけど、でもほらどうしたら会えるのってことになるじゃない。僕らですよね、うん、どうやって会えます、僕だってどうやったら。前はねちょっとそういう出版のパーティーとかもあったけど、うん、これはちょっと これからね独自的にやることになったので、はい、うん、やっぱり、あ、何か LINE のお友達とかになっていただいたりとか、はい、あと Facebook か、ね、一番いいのは、まあ、Facebook がいいかなと思います、うん、で僕はFacebook平日のみですけど、うんうん、毎朝ライブやってるので。ですよね。あ、はい、あ、そう、これ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 、はい。でもすごいわよね。毎日4時半ごろ開始されて、はい、できないですよ。普通なかなか。ね、で30分ぐらい話すんですか。なんだ、初めね10分の予定だったんですよ。うんうんうん、だけどなんか気づけば30分ぐらいになってますね。すごいね。はい、で本当にもうファンの方がついていてね、コメントもいっぱい来てるし、まあ、ね、はい、みんななんか。朝眠気まなこの状態で聞いていただいている方とか、ラジオ感覚で聞いていただいている方が多いみたいです、ね、ですね、Facebook の場合は視聴者の顔は出ないんです、出ないです。だったらもう寝起きの変な顔でもね、はい、大丈夫ですよね。結構お弁当作りながら見ていただいている方とか、そうかそうかそうか、お子さんのお着替えをしながら聞いていただいている方とか、うん、ああ、じゃあ本当ラジオ感覚なのね、うん、でそこで何かあった人はこうコメントを入れるんですか。コメントを入れていただければ、うん、そういうコメント僕拾えるので、うん、全部拾ってますいただいたコメント。素晴らしい、はい、本当に素晴らしい。そこからね繋がっていただければですよ、ね、出版のこともいろいろお伝えもできますし。ですよね。ですから出版に興味のある方はこちらのね、うん、Facebook、はい、それは Facebook を見て、うん、田中先生の名前、ここ QR コードを読み取っていただくと、ね、僕のページに行くので。あ、なるほど、この QR コード、ね、はい、もしよかったら友達申請しといていただければいいかなと、うんうんうん、ね、そうしたらこういうライブ聞いたり、あとはそのなんかメッセージ、メッセンジャーかなんかで、うん、メッセンジャーとかで送っていただければ、うん、いいですものね、はい、うんうん、さっきもお伝えしたんですけど、やっぱ本ってタイミングあると思うので、そう、うん、なんか状況とかねお伺いさせてもらって、うん、はい、ですよね。それでタイミングもあるし、すぐにはできる時もあるけどね、うん、やっぱり2年後とかそういう時もあるじゃないですか、タイミング的にね、はい、だからいつか出したいなぐらいに思っていても、一応お話をされておくといいような気もしますよね、うん、整理されますからね、うん、いろんな方向性とかね、そうそう、で整理されて意識がこう立っていくと、自分が必要なものにアプローチすることもできると思うのでね、うんうん、それはいいと思います。ですから、うん、まあ、一生のうちに一冊本を出したいなと思ってる方でも、早めにちょっとコンタクトしていただいたらね、はい、いいかもしれませんよね。そうそう、あ、そうそう、のぶ社長が出してる本って、最近出した本ってありましたよね、はい、あ、こんなにいっぱい ね、 そ う、 ですね、はい、そうそうそう、すごいですよ、まあ、左上の幸せ感度の教科書っていうのが、うんうんうん、まあ、アルマリアさんっていうね方なんですけど、はい、まあ、岡崎さんって方ですけどね、ええ、はい、を出させてもらったので、これは最近ですね。そうですね、クリスマスですかね。あ、まあ、またこのましたねえ、はい、なんですか、このイラストレーションというか、はい、この想定がいいじゃないですか、はい、これもいいですか、のぶ社長がやるの、はい、僕はデザイン全部して、素晴らしいですね、はい、タイトルもね、タイトルとかね、やっぱり私なんかも案外大手の出版社の人と、うん、仕事するけれど、もう何回も何回も編集会議とかやって、いろいろ叩いて本当にいいね、本、タイトルを見つけましょうって感じだけど、はい、全部一人でやっちゃうわけだからすごいですよね。そうです、もうひらめきで、うん、ね、ひらめきよね、素晴らしいわ、はい、
またこのね本当にいいですよね、この装丁もね、はい、色とかも自分で決めるの？色とかはある程度ご要望を聞いて、はい、こういう色がいいなとか言われたら。なるほどね、ふなこさんもあれですもんね、うん、今年携われる本ってある程度決まってたりするんですか？そう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 、今年はね7月ぐらいなんですけどね、はい、あの増田恵子さんという方が、うん、あのネットでそろばんっていうのをやっておりましてね、ここにも何回か出ていただいたんですけれど、うん、まあ、彼女はそのそろばんっていうものが素晴らしいものであり、子どもたちの右脳を育って右脳教育となるということでね、世界に発信していきたいということで、うん、まあ、ネットだったら世界に発信もできるじゃないですか、うんうんうん、あ、やっぱり来ましたね、来ました、ね、来ました、ですからそれをやってらっしゃって、でただねこの方はネットでそろばんのことをやっていきたいんだけど、もうね生き方がね素晴らしいんですよ、うん、うん、その人間として女性として、そしてこうなんていうかね、ご先祖様を敬ったりとか、この人間の本質としてのこう生き方、もう私たちがやってないようなねことをきちんとやってらして、まあそういった素晴らしいあの先祖代々つながってきているね、あのそういったことも一緒にここではご紹介したいなというふうに思っておりまして、うんうん、まあ、大体7月の7日ぐらいの出版予定にしましょうねというお話をしております、はい、楽しみですね、うん、楽しみですね、はい、それもちょっとねまたいろいろ携わっておかったんですね、そうですね、はい、僕もソロ版やってたので、うん、あ、だから右脳が発達してるのよ、はい、ねえ、はい、私ね、あの七田誠先生って右脳教育のね、はい、先生のお仕事っていうか、あの本をかあの、まあ、携わらせていただいた時に、やっぱりちっちゃい時に右脳をこう活性化させると人間的にすごく向上するというか、優しかったりイメージ力がついたり思いやりのある子になるよっていうようなことを言われてまして、あ、私もやりたいと思ったけど、もう年が年ってるからね、いやいや、ま、だから若い時にやっぱりやるのがいいんですよ、まあね、年を取ってからでも遅くはないけど、やっぱり若い時にはかなわないので、ちょっとやっぱ吸収の仕方が違いますよね、違うの、はい、ね、ですからね、息子さんとか、そうです ね息子にはもうやられたら、うん、はい、いいんじゃないですかね、まずはおもちゃとしてそろばんを、そう、おもちゃとして、そうそう、ね、その右脳教育ではね、こう本とか読むとき、まあ、ざーっと見るんですよ、それでこの本の中に何が書いてあったかって言えちゃうの、英語の本でバーッと見て言えちゃう、すごい魔法使いの世界、そう、魔法使いの世界でも、そういうのが今年ぐらいから当たり前になっていくような気がしますね、私ね、去年の暮れぐらいからインタビューする人がみんな超能力者なので、話していて、あ、この人ちょっとおかしいなと思って、はい、あなた超能力者でしょとか言うと、はい、あ、分かっちゃったとか言って、yes. うん、だからみんななんかそういう力みんな持ってると思うんですよ、人間って、はい、うんうんうん、それがこう現れてきて、もう隠さなくていいんだよっていうような時代になってきてるので、地球全体そういうのに許可が出始めてるんですね、許可が出てるの、だからもうどんどん書いていいんですよね、昔はそんなことは書けないって言ってたし、私もそういう本はちょっと難しいなと思っていたけどね、ある程度のことでしたらどんどん皆さん自分をこうカミングアウトしていただければと思いますよね、うん、僕も至って普通な人生だと思いますけど、僕も幽体離脱してますし ねすごい、いや、私はノブ社長は絶対に超能力者だと思ってます、超能力ですか、ね、そうそうこれじゃなくてももうほら夢を叶えちゃうとかね、引き寄せちゃうとかね、そういうのはもう一種の超能力じゃないですか、うん、そういうのを持たれてる方、そういう方が本当に増えてきてるけど、うんうん、でもこれ二極化してるっていうこともあるんですよね、触れてった方がいいですよね、初めの話じゃないですか、そういう人たち、ね、そういう人たちとどんどん触れて、そういうエネルギーをどんどんいただいていくというね、うん、やっぱりエネルギーの交流って大きいですからね、確かに、うんうんうん、ね、私たちもね、うん、今年もどんどんいろいろ素晴らしい人に、そうですね、まあね、触れていろんな本を出していきたいですね、はい、うん、僕ら引き出せますしね、引き出せるの、うん、ね、そう、皆さんの、そう、そして埋まってる力、ね、埋まってる力を引き出して、そしてまた皆様にそれをあのシェアして、うん、またいいね、あの環境づくりをしていけたら嬉しいなっていうふうにね、はい、思いますよね、うん、ぜひ皆さんの今年の目標の一つに本を出してみるっていうのをね、ぜひ入れてみていただくと、そうですよ、うん、ね、本当本当必ず実現するから、うんうん、で人生の見え方変わりますからね、変わります、うん、そう、変わります、ね、そう、ぜひともね、はい、あのお願いしたいと思いますので、そうですね、はい、ぜひ、はい、ぜひぜひ、はい、え、じゃあね、またあの私たちの番組は毎月第1火曜日ですよね、ですね、はい、ですからまた来月もよろしく
お願い申し上げます。今年もまたよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。Damn, girl, better hit the floor. All the other fellas better run for the door. Stop, drop, and roll with me. I got the heat that'll make you scream. I don't believe.